噂が集まったサスケの聖地緑山。スポーツ界、芸能界からこんな挑戦者たちが。サスケアセアンオープンカップのレギュレーションに合わせルールが変更された。それだけではない。今回サスケライジングが開催。選ばれし戦友たちの戦いぶりをここで少しだけご覧いただこう。前回これまで打倒の試合があった日本の完全制覇を達成。今最強と目されている。ここまで80人が終わった。ここからの20人は過去最高レベルの20人が登場します。100人に1人が早く試合の対応を打たなければこの試合を得ることはできません。目的すべきは10名の選手、なんと10名がこのサードステージに残ったということ。ただここからが本当のサスケの勝負、本当のサスケの怖さを知る時です。クリフハンガーを越えて先へ進む者は分まで内原は頑張らなければいけないんだと話しました。おなじみの顔がいません。名もなき男たちのれたあの当時のサスケに戻ります。左右この段差のある鉄のパイプをうまくリングを滑らせる。さあ順調だ、足をかけた。14秒でまずまずのタイムです。学生時代に一度は履いたことがあるあのローファー、靴のメーカー春田販売株式会社の営業部員、いわゆる靴の営業マンです。30歳という年齢にして掴んだこの大きなチャンス。サスケオールスターズが引っ張ってきたサスケの時代はもう終わりなのか。さあ漆原が行く。いいぞいいぞいいぞ、素晴らしいテンポだ。最小限に二の腕の乳酸はとどめているはずです。さあしかし菅野もここから苦しみだした。同じ予選会の仲間たち、その仲間たちが最後まで漆原であり、また菅野がこの漆原にパワーを与えます。懸垂は欠かさず毎日100回。さあその懸垂で鍛えた腕力で、これも速い下りに入った。下りの下段という間、ここも10秒かかりません。仲間たちに親指を立ててみせた。ここは連続してのエリアとなります。予選会の中では30歳という年齢から兄貴分的な存在、誰よりも予選会で散った者たちの痛みを知る男です。163センチ53キロ、漆原裕治30歳。ここもあっという間。さあ新クリフハンガーです。漆原も分かっている、こっからが本当の勝負。勢いに乗った若者は怖いとは言いますが、まさにこの菅野もそういったゾーンに入ってきました。大きく深呼吸をしました。勢いをつけて飛び込まなければいけない。恐怖心が邪魔をする。足も使ってもいい、しかし腕力だけで上がる。さあ足を使わずに腕力で探り探り進んでいく。腕の乳酸は極限まで達してきた。あとは足でしがみつく。さあここは慎重に進みたい。さあ予選会からの男漆原、
30歳にして迎えた大きな転機です。さあ来たぞ、立ち上がった。ゆっくり考えるんだよ。さあ指先の力、右斜めに上がって止めるのか。さあ飛んだ、ここも来た、ウルサラ来た、早い、先が見えませんが手を滑らせずに慎重にここは行きたい。すでに菅野は越えてきた、足を使うか。ここは慎重に足も使えます。さあここは根性だ、さあここは根性だ、さあこの右上がり時代を作ってくれ。どうだ、掴んだ掴んだ、続いて3人目、靴の春田ウルシャワー。さあ2メーター、2009春のサスケ、さあ飛ぶウルシハラ、3つ目どうか。息をのむサスケの聖地緑山、気持ちと体が裏腹になるらしくないウルシハラ、完全に重心は後ろ、気持ちだけが前、ただここでなんとか生き残った。気を取り直しての2度目でなんとか体勢を立て直しましたが、ここからはタイムとの戦い、気持ちは焦る、しかし体は進まない。99長野、100番ウルシャラが消えて右手はかかっていましたが、最後しっかりと右手でロックすることはできませんでした。確実にサスケは新時代へと突入をしました。ありがとうございます。東島に消えるサスケの聖地緑山、いよいよサードステージがその光を放ち始めています。この光の回廊を抜けた先にはいよいよ本丸であるファイナルステージが待っています。そのファイナルステージはこの4大会チャレンジャーを拒んできました。今夜ここにファイナルステージの頂に挑戦すべき男が現れるのかどうか。果たして青く光り輝く天空の魔城サスケの頂に立つのは、その前に立ちはだかるサードステージ7つのエリア、4つ目のアルティメットクリフハンガーを越えて先へ進む者は、サスケに出たかった、何としても出たかった、予選に挑んだ、予選を通った、人知れず男は泣きました。いざ完全制覇に向けていよいよこの男がサスケに挑みます。日本予選会通過者サスケ魂、植木職人朝和真29歳、埼玉県出身、160センチ57キロ、さあ初めてのサードステージ、まずは挑みます。凍てつくような寒さの中、鉄を握りしめて先へ進んでいく、手の感覚はどうか、迫力はどうか、時間を使った15秒。さあいよいよサスケ魂、この背中がゆっくりと回転をし始めます。これがサスケに挑む根性、気持ちです。吐く息も白い緑山、1m30cm、この長い綱飛びついた、しっかりと両手で飛びつきました。なんとか自分の手で2010年サスケの歴史を変えたい、そう思う23歳です。元日の夜、さあいよいよ池の中から悪魔が足を引っ張らんと、上り13段、体反転、下りは6段、さあ悪魔の足音が聞こえてきそうだ。さあ体を反転、6段もあっという間、ここは一気に今までの二の腕の乳酸を挽回してきたか。ウルシハラであり、そしてファーストステージで消えた菅野であり、この男たちは時代を変えんとする男たちは乗り越えてきた23歳、まさにサスケのネクストジェネレーションです。まずは横一本道、
右斜めに上がって一気に急降下、いとも簡単にねじ伏せてまいりました。さあしかし冷たい北風がこの男の肌を刺しています。体はどこまで動くのか、腕力はどうか、握力はどうか試される。さあ覚悟を決めて飛び込みたい。さあ飛び込んでまず1本来た。さあ体を大きく振って2本目、体を反転。その時の気持ちを持っています、忘れません。9年から世代交代を叫んできた漆原、そのいわゆる新世代の中にこの2010年は誰が食い込んでくるのか、あるいは新世代のキーマンとなるのは一体誰なのか。日体大体操部卒業、静かに音を立てずに進んでいく。これなら悪魔も目を覚まさぬか。体を反転、下りは6段一気に下ってねじ伏せる。過去3大会は過酷な予選を通過し本戦の切符を得た。前回は悲願のファーストステージクリアからを超え一気にサードステージに進出してきた。予選会に出場せずに本戦の通行手形も得たものと同時、さあ進んでいく。さあ右斜めに上がって体を振っていく。さあ初めての、しかし何が起きるかわからないのがサスケのサードステージ。逆三角形の体、入念に滑り止めを手のひらに吹きかけた。北風に霧が流されます。その風に乗って、北風に乗ってクリハンガー効いた。一気に行くぞ。冷たいバーに飛び込んでいく。さあどうだ、さあどうした、足も使えるが二の腕だけでいくか。先は見えない、先は見えない、感覚の勝負でもある。上を見上げながら、さあどうだ、二の腕が悲鳴を上げているが、根性で根性でここまで来た。足を使いません。